皆さんこんにちはというかもうこんばんはですね。はい、今日はですね、このタイトルに書いてある通りですね、DJI の新商品 DJI ポケット2がね、発表されました。うちのチャンネルではね、もうおなじみオズモポケットのね、後継機ということで、今回ね、このオズモポケット2じゃなくて DJI ポケット2っていうね、名前になったんですね。で、今回はですね、この、公式ホームページをね、見ながらね、皆さんと今回この DJI ポケット2がね、既存のこのオズモポケットとどんな風に変わったのかってところを見ていきたいかなと思います。それじゃあちょっと画面をね、切り替えていきましょう。はい、それじゃあね、パソコンの方に画面を切り替えましてやっていきましょうか。で、トップページを見るとね、DJI ポケット2、さあその手に魔法っていう表示が出て、これね、クリックするとビデオをね、視聴することができます。で、ぐーっと画面をね、下に行くと、はい、ポケットに入れて簡単に持ち運べる DJI ポケット2は、片手ですぐに取り出せて、大事な瞬間を逃しませんと。まあ、こういう、機能がありますよっていうね、ものを書いてるんですが、基本的にそうですね、オズモポケットと、ほとんど変わってないですが、このアクティブトラックが確か 3.0 になって、オズモポケットは 2.0 だったかな。うん、なんで、まあ多分ね、物体追跡機能とかそういったものはね、まあ強化されてるんだと思います。他のこのポケットサイズや三軸手ブレ補正は変わらないですね。で、左下に AI 編集ってね、出たりしてるんで、おそらくスマートフォンと、まあ、連携して、このビデオクリップパッパパってつなげて、まあ、簡単に編集してくれますよってやつですね。で、次、優れた映像品質っていうことで、だからね、これ見ると絞りのマークがついてるんで、お、今回のオズモポケットの新型は絞りがあるのかなと思ったら、まあ、そういうことはなく、まあ、こういう、アイコンなんですね。で、一番最後ですね、DJI マトリックスステレオって書いてるんですが、これが今回多分ね、一番、初代のオズモポケットと違うところでしょうね。はい、それじゃあ下に行っていきますと。ポケットサイズ大事な瞬間見逃さない小型、ジンバルカメラっていうことでね、まあ、この DJI、ポケット2の小型さをアピールしてるっていうところでしょうかね。まあ、こんな感じでバッグに入りますよっていう、まあ、そういう感じですね。で、クイック撮影片手ですかさず撮影と、写真や動画を撮影1秒で開始できるので慌ただしいその瞬間を、逃しませんと。で、今回からこれ面白いですね。美顔機能っていうんですかね。このセルフィーの時にも、こう、顔のね、まあそういったシワとか、そんな感じのものを、なくすっていうのかな。目立たなくする機能がついているので、まあ本当こういうのは結構ね、嬉しい方多いんじゃないでしょうか。まあ、動画の編集ソフトとかでこういった機能もね、最近はもう内包されているものも結構あるんで、人によっちゃ、まあどうなのかわからないですが、まあ単体でね、こんな風に美顔機能っていうかね、まあちょっとこう顔を盛れるっていうね、そういう機能があるのは、まあいいかもしれないですね。もうそれこうね、オンとオフでこれ違うんですよってやつですね。で、アクティブトラック 3.0、どんな動きでもポケット2は、アクティブ 3.0 で被写体を追いかけてフレーム内に留めますということで、これもね、オズモポケット初代からあった機能ですね。まあ 3.0 になったんでね、この、初代よりかもその精度とかそういったのは上がってるんでしょうか。この辺は気になりますよね。で、ストーリーモードですね。はい。これもね、スマートフォンと接続することで、まあ、いろんなね、そのプリセットがあって、まあ、それに、型に合わせることで、簡単なショートムービーを作れるっていう機能ですね。僕ね、これ一回も使ったことないんですね。はい。次、タイムラプス行きましょうか。タイムラプスでは数時間の映像、数秒に圧縮、モーションラプスでは滑らかなカメラワークで、タイムラプスについてか、ハイパーラプスでは、自身が動きながら時間の経過を圧縮ってことでね。この機能もね、全部オズモポケット初代からありますね。ただ、このハイパーラプスに関しては、オズモポケットアップデートで対応したのに対して、このポケット2では標準でね、ついてるとのことです。まあ、モーションタイムラプスに関しては、このね、ジンバル付きのカメラ特有の、まあ、機能っていう感じですよね。これをね、またカメラとジンバル別々でやると非常にややこしいんですが、まあ、オズモポケットがそういったね、ポケット2では簡単に撮れますよって感じですね。はい、次、AI 編集ですね。編集が苦手な人でも AI 編集などで、撮影した映像とトランジション、音楽を組み合わせて、共有したくなるコンテンツを自動で作成しますということで、まあ、これポケット2で撮った、映像のフッテージみたいなのをバババって載せてって、で、あとはこの音楽を、まあ、自分で指定すれば、まあ、いい感じに組み合わせてくれるってやつでしょうね。まあ、これもね、すごくこう、初めてね、こういったポケット2触る方とかにはね、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、もちろんね、こだわる方でしたらね、パソコンにつないで自分で編集するんでしょうが、まあ、やっぱりね、こういう初心者の方にも優しい機能っていうのは、まあ、いいんじゃないですかね。はい。で、まあ、こういうビデオも作れますよってデモがあるんですね。はい、モーター搭載の手ブレ補正、ハリウッド映画みたいな滑らかな映像ってことで、まあ、
そうですね、この DJI ポケット2の魅力は何といっても三軸ジンバル、この技術により小さいカメラでも滑らかな大迫力の映像を撮影できますってことで、これもね、オズモポケット初代からありますが、まあそうですね、このポケット2とね、この初代オズモポケットでどれだけ差があるのかってすごくね、まあ気になりますよね。このホームページの方では、手ブレ補正のないこの映像とこのポケット2で撮影した映像を比較されてますけども、できればこうオズモポケットとオズモポケット2でねちょっとやってほしかったなと思いました。画質ですね、魅力的な映像クオリティで注目を集めようということで、はい、ポケット2のカメラには、写真や動画を魅力的に撮影する機能が満載、 SNS 映えするコンテンツを作成し大切な瞬間を綺麗に残せますということで、この辺から結構僕もね気になりますよね。このまずセンサーサイズですね、前回のオズモポケットって確かこれ、1.3、 ちょっとごめんなさい、記憶が曖昧なんですが、確かねこの 1.17 もなかった気がするんですよね。で写真も64メガピクセルで、動画はね 4K60、 これは、初代のポケットオズモポケットと変わらないですね。でハイブリッド AF2.0、 これもねそんなに変わらなかったかと思います。なので今回やっぱり一番違うのはこのセンサーサイズのレンズだと思いますね。はい、で次ですね、この HDR 動画、さまざまな出来事の頃に使用、カラフルな映像で残しましょう。ポケット2の HDR ではエリアごとに露出を分け、映像をレイヤー化、生き生きとディテールで映像をポップに表現するということで、こう暗いところと明るいところをこうちょうどいい塩梅にね調整してくれる機能ですよね。これはねオズモアクションの方では搭載されているんですが、オズモポケットではなかったので、今回この DJI ポケット2で初めてね、このジンバル付きカメラで搭載された感じですね。で次ですね、8倍ズーム、びっくりするほど繊細な写真を撮影したいならポケット2がぴったりです。手ブレ補正カメラを使って、鮮明な8倍ズームで64メガピクセル撮影できますということで、このズームに関しては、まああれなんですかね、写真の機能なんですかね、デジタルズームで多分これやると思うんですが、なんかこれを見ると格安のジンバルカメラのフィミパームもこういった機能をね、ついてますけども、なんかそれもね、このオズモポケット2ですか、これ結構ね、今回、DJI ポケット2でオズモが抜けちゃったのでややこしい感じですね。はい、で次ですね、オーディオ、臨場感あふれる音響で驚くような映像体験をってことで、DJI マトリックスステレオ技術で音声をリアルに録画、まるでその場にいるような音響を再現しますってことで、今回のこのポケット2では、マイクがどうやらこう複数搭載されているらしくて、前後を切り替えたりとか、このすべての、場所にね、こう360度、指定したりとかっていう、結構これ面白いですよね。今回これもしかしたらポケット2の一番目玉かもしれないですね。この音声によってジンバルのね、向きが変わったり、このオーディオズームって言って、その音の、する方向にね、こう集中したりとか、自分で指向性を変更できるらしいので、これ結構ね、良さそうですよね。もしね、これの、内蔵マイクとかのこの機能が本当に、まあ、実用 であれば、もう今まで見たくね、この、ピンマイクとかそういうのを使わずに取って出しでもね、できるかもしれないですね。はい。で、アクセサリー。アクセサリーでさらに魅力あふれる撮影をって書いてるんで、まあ、今回のこのポケット2は専用のアクセサリーがいくつかあるらしいんですが、なんかねパッと見た感じですが、これ、初代のねオズモポケットと汎用性ありそうですよね。この充電ケースも実際ね、オズモポケットとほとんど変わりませんし、この防水ケースもね、初代とほとんど変わらないですよね。でこのコントローラーのこのホイールだって同じですし、で延長ロットも同じなんで、もしかしたらほとんどの今回このオズモポケットの、拡張パーツですが、これがそのまんま使えるんでしょうかね。もしそれであればね、初代使ってきた人でもこの今まで自分が持ってるアクセサリーをほとんど使えるのであれば、まあいいかもしれないですよね。そして今回この標準で広角レンズとかもね、ついてるんでしょうかね。うん、カメラの FOV が110度に拡大し歪みのない撮影を実現しますのことなんで、まあ、110度なんで結構こう広い感じですかね。ちょっとこの何度って言われてもピンとこないんですが、できればね、35ミリ換算で何ミリって言ってくれた方がちょっと想像しやすいんですが、とにかくすごくね、広角に撮れるんでしょうね、これをつけることによって。で、今回からこの標準で、ね、ミニジョイスティックですか。で、これもね、搭載されてますよね。本当、このスティックがつくとフィミパームにそっくりですよね。そして今回このね、ワイヤレスマイクですか。で、ウィンドスクリーン搭載ということで、これもね、すごく面白そうですよね。
そしてこの Do It All Handle ですが、Wi-Fi、Bluetooth モジュール、オーディオジャック、あ、マイクレシーバー、外部スピーカー、三脚マウントってもう全部、ワイヤレスモジュール関係のものとか、他にもね、スピーカーとか、外付けマイクとかのものを全部一体にした、このハンドルがつくっていうのは面白いですよね。結構本体は、ちょっと長くなりますけど、これ一個つければね、他には、あとはもう好きなオプションパーツをつけれるっていう状態になるんで、これもすごく面白いかと思います。で、このスマートフォングリップもね、今回こう出るんですね。これ見るとなんか PGYTECH の、こういう商品があったかと思うんですが、すごくね、形似てますよね。で、この三脚マウント。あ、今度からこう底面にこの三脚マウントをつけることによって、この三脚穴をここで追加することができるんですね。っていうことは、あれですかね、データとかのやり取りするときにはこれちょっと一回外さなきゃダメな感じですかね。うん。で、このコントローラーホイールは本当に前回のものと多分全く同じだと思います。で、ND フィルターもこれ同じですかね。となると、レンズの部分の形っていうのは多分変わんないんでしょうかね。だとすると、ね、前のオズモポケットのね、ワイドコンバージョンレンズとかが使えるのかっていうのも、気になりますね。はい。ということで、この DJI ポケット2、さあ、その手に魔法ということで、まあ、全部ね、紹介できたかと思います。で、次にですね、この購入ページを見ますと、はい、値段が出てますね。今回この DJI ポケット2は、49,500円なんですね、本体が。そして、このコントローラーですとか、他にもこの広角レンズとか、このワイヤレスマイクとかついた、セットが、64,900円ということで、まあ、ちょっと、このコンボセットの方は少しお高いかなっていう、ね、感じはあるんですが、この標準のね、この、ポケット2でね、約5万円ということなんで、まあ、これは非常にね、GoPro Hero 9ですか、それと十分ね、対抗できる価格かと思います。まあ、ちょっとこっちのね、ポケット2の方が、割高ではあるんですが、それでもね、かなり今回、進化しているところもね、多いので、初めてね、こういった、Ozono ポケットとかそういったものを買う方でしたら、この、標準のね、49,500円のやつでもいいかもしれないですね。で、ワイヤレスマイクとかね、広角レンズとかがついているこの、コンポセットも気になりますが、ちょっとこっちはね、税込みにすると、これ税込み多分6万円だと思うんですけど、6万4000円だと思うんですけど、少しね、高い感じがしますね。で、このページね、下下がっていくと、旧オズモポケットの比較もあるんで、購入される方との比較になるかと思います。まあ、サイズとかはほんとほとんど変わらないですね。重量もほんと 1g 重くなっただけですし、あ、やっぱりセンサー違いましたね。こっちは2.3 分の1ですが、こっちは 1.7 分の1なんで、やっぱりこっちの方がセンサーサイズ大きくなってますね。で、有効画素数もね、64メガピクセルで、こっちはね、12メガピクセルなんで、だいぶ変わりましたよね。で、レンズも、F1.8 なんで対して、初代は F2.0。で、焦点距離なんですが、35ミリ換算で20ミリと、初代が26ミリなんで、約6ミリ差が出たことになります。そうですね。なので、僕の今の手持ちのカメラだったら、α6600 と1018で、14ミリくらいにすれば、多分この20ミリね、なるかと思います。うん。なんで、まあ、結構広角だかなっていう思ったんですが、それでもですね、まあ、やっぱり GoPro とかに比べるとね、そこまでそのめちゃくちゃ広いっていうわけではなさそうです。でも、今回からね、標準でついてるこのワイドコンバージョンレンズですが、これつけるとどのくらい差が出るのかっていうのは結構気になりますよね。で、ISO 感度とかもやっぱだいぶね、違いますよね。うん。で、こっちはスローモーションとかのね、設定もできるみたいですし、あとはそうですね、この最大静止画のね、サイズも、まあ、だいぶね、差があるかと思います。で、動画の解像度とかに関しては、そこまで、差はないですが、HDR に関してはね、このポケット2だけの、機能になってますね。その代わりね、4K ではなくて 2.7K で 30fps までなんですね。できればね、4K で 30fps ってね、やってほしかったですけども、まあ、ちょっとその辺、難しいのかなというふうに思いました。はい。で、さ、動画撮影モードは本当にこの HDR があるかないかくらいですね。で、モーション、ラプスも、ちょっとプリセットがね、右から左から左から右っていうふうに増えてますね。で、スローモーションも最大8倍までで選択肢が、増えています。動画のビットレートは変わらず、対応フォーマットも、差がないですよね。で、写真のフォーマットも、ほとんど差がないですね。で、動画フォーマットも、同じですね。で、SD カードもね、これほとんど変わらないかと思います。オーディオも同じ。うん。
そうですね、音もジンバルの、可動範囲とかも、若干このポケット2の方が可動範囲が増えてる、感じがありますね。ほんの10度ぐらいですけども、機械的な可動範囲も、オズモポケットよりかもポケット2の方がありますね。で、肝心のバッテリーなんですがね、これが、全く同じでした。これはできればね、ポケット2ね、容量を増やしてほしかったですよね。そこがちょっと、あれですかね、物足りないって感じもしましたね。お、これがだいぶね、違えば、お、だいぶ違うなっていうね、こう、進化したなっていう感じがするんですが、ここは全く同じっていうのは、少しね、物足りなさを感じるところではありました。さあ、ということでね、だいたい、今回このね、ホームページ見た内容をね、解説していきましたが、どうでしょうか。そうですね。やっぱり画角が広くなったのと、HDR が撮れるようになったことと、あと、オーディオ関係ですね。標準のマイクとかいくつかね、オズモポケット本体に、ついてまして、それぞれ切り替えれるっていうね、そういった機能がついてるので、本当にね、順当に進化したかなと思います。ただしですね、やっぱりバッテリーのところとかが全く同じだったり、あと本当にその動画の最大のね、差っていうのは HDR くらいだったのが、ちょっと、っていうところはあるんですが、それでもね、すごく今回これね、発表、見てね、僕ね、こう、新しいオズモポケットが出るということでね、ワクワクしています。さあ、ということでね、今回はこのね、DJI ポケット2の発表ということでね、どうだったでしょうか。皆さんはね、今回これ買いますか？僕はですね、とりあえずですね、今の段階では、買うとは思うんですが、そうですね。もうちょっと、情報とかね、レビューの動画とかね、見させてもらってからね、購入するのでね、今すぐってわけではないですし、あと、今僕ね、ちょっと今、稚内の方にいないので、注文しても手元に届くのはしばらく後になるかと思うんですが、とりあえずね、僕もこれね、今回注文してみようかなと思っています。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。